14年に発売されたペギー・ハヤマのシングル。本楽曲の舞台となった青山学院のベリーホール舞台となったチャペル前の歌詞作詞。作曲は平岡誠二による。この学生時代は当時平岡誠二区インテットというジャズバンドを率いていた平岡誠二の作詞。作曲によりペギー・ハヤマのオリジナル曲として当初大学時代というタイトルで制作されたが、 ペギーのみんな大学に行く時代じゃないからという理由により学生時代とタイトルを変更しアルバム平岡聖治の作品集のうちの一曲として完成したものである平岡ペギーの両親とも青山学院出身であり後日のように本楽曲は青山学院が舞台となっている青山学院では平岡はペギーの二級先輩にあたるタイトルについて平岡が 大学時代を、ペギーが学生時代をそれぞれ主張したこと、また、平岡自身が自作のこの曲を気に入っていなかったことにより、レコーディングの際に大喧嘩になったというが、結局は、ペギーの主張が通って、学生時代に決定した。累計売り上げは、ミリオンセラーを記録した。1965年の第16回 NHK 紅白歌合戦では、本楽曲が歌唱された。 1989年発売のところ、ジョージのアルバム、雇用手の夜に収録されている、勝手に千葉でシンドバットは、本曲とサザンオールスターズの楽曲、勝手にシンドバットの2曲を合成してパロディしたものであり、本曲の歌詞の一部分が引用された。本楽曲は修行ベルに間に合うようにキャンパスを走り回っていた姿や憧れの上級生との友情など、ペギー自身の学生時代が、 モデルになっている。歌詞に登場するチャペルは青山学院青山キャンパスにあるベリーホール内のチャールズ・オスカー・ミラー記念礼拝堂のことであり、青山学院内では第二の学園家とも呼ばれている。2009年には青山学院創立135周年を記念し、歌詞が同礼拝堂前に建てられた。除幕式にはペギー本人と個人となった平岡の遺族が出席し、 ペギーが本楽曲を歌唱した。他にも、賛美歌、十字歌などが歌詞に登場するように、ミッションスクールであった、学生時代の雰囲気が読み取れる。学生時代今日発売当初は、鏡が A 面として発売されたが、B 面、学生時代がヒットしたため、A 面、B 面を入れ替えられた。また最初に印刷された、シングルレコードのジャケットに掲載された。 学生時代の3番の歌詞は歌唱と若干異なる。これは作曲に際して変更される前の平岡誠事の原詞をそのまま掲載したためである。ありがとうございます。